さあ、これから参ります。じゃあ、一緒にドライブした気持ちになりましょう。みなとみらい線の元町中華街の入り口ですね。そして元町のショッピングストリートです。おしゃれですよね、石畳で。ここからですね、ベイブリッジですね、横浜ベイブリッジ。どうですか、ベイブリッジ。おしゃれですよ。今日はね、天気も良くて気持ちいいですね。なんかこのベイブリッジを渡ると映画ダスティン・ホフマンの卒業という映画があって、あれはゴールデンゲートかな、なんか渡るシーンがあって、ちょっとこんな感じがしますね。綺麗な橋ですよね。さあ、これからですね、翼橋です。ベイブリッジ、そしてここ翼橋ですね。翼橋も綺麗な橋です。トンネルですね。これを出ると羽田ですね。羽田の飛行場が、第1ターミナル、第2ターミナル、分かります。うちのギャラリーは第1ターミナルですね。 JAL のことです。そこに北原コレクションギャラリーってありますので、ぜひ皆さん羽田に行ってお時間があったらご覧になってください。ここは東京湾トンネルです。皆さん、ここはですね、この上は海ですからね。今海の中を走っている。そう思うとなんか嬉しくないですか。もうちょっと行くとレインボーブリッジです。さあ、レインボーブリッジですね。東京タワーがあります。大好きですね、東京タワー。333メートルですね。さあ、次の出口が京橋です。京橋でおります。京橋エドグランではコレクションが展示してあったり、それからライブをやります。京橋の中通りですね。この柳がなんとも昔からずっと柳なんですよね。はい、皆さん、ここは京橋エドグランですよ。それではこれからラジオ収録してまいります。